アポリナーリア・プロコフィエヴナ・スースロワは、普通ポリーナ・スースロワと呼ばれる、ロシアの短編小説家であり、ヒョードル・ドストエフスキーの愛人としても有名である。またはシーリー・ローザノフの妻であり、ロシア最初のジョイであるナ・ジェージダ・スースロワの姉でもある。スースロワは、ドストエフスキーの長編小説に登場する女性のモデルとなっていると考えられており、例えば、賭博者のポリーナや、 白地のナスターシャ・フィリポブナ、罪と罰のカテリーナ・イワーノブナ・マルメーラードは、悪霊のリザベータ・ニコライブナ、カラマーゾフの兄弟のカテリーナとクルーシェンカの二人、などがそれにあたる。スースロワはしばしば、運命の女として描かれ、ドストエフスキーからも、当時最も注目に値する女性の一人と呼ばれた。スースロワ自身の作品としては、ドストエフスキー主催の雑誌。 時代に1861年に載った短編、1863年の1928年の自伝的な、がある。ポリーナ・スースロワは、ニジニー・ノブゴロド県のパーアンニノに生まれた。父親のプロコーフィ・スースロフは、シェルメージ・エボノ・ロードだったが、商売で身を立てて、工場を持つまでになった。そのため娘のポリーナとナジェージダに、正規の教育を受けさせ、 女家庭教師だけでなく、舞踊にも、講師を雇うことができた。1867年のスースロアポリーナは、教養学校に通い、一家で、サンクトペテルブルクに引っ越してからは、サンクトペテルブルク大学に入った。清掃屋でも、学生集会を楽しむようなところがあり、また特に女性に関しては、当時の過激派の考え方にも理解を示していた。ルボーフィドストエフスカヤが、 娘が語るとストエフスキーの中でポリーナのことを書いているが、それによれば彼女は田舎での若い女で、裕福な親戚が、ペテルブルクで楽に暮らしていけるだけのお金を送ってきた。秋になるたびに大学に入り直して、学生となるのだが、実際に勉強するわけでも、何かの試験に受かるわけでもない。だが授業には出て、他の学生たちと、よろしくやっていた。そして訴状に署名を迫り、 あらゆる政治的デモに参加して、ラ・マルセイエーズを歌い、5作をののしる。やることなすことが、挑発的だった。ヒョードル・ドストエフスキー1861年、スースロワは、ヒョードル・ドストエフスキーが教える講義に顔を出している。すでにドストエフスキーは有名な作家になっており、この講義も若者の間で非常に人気があった。当時ドストエフスキーは40歳。 スースロワが21歳だった。ルボーフィンの回想によれば、スースロワは、ドストエフスキーを追いかけ回し、あらゆる手段でその気を引こうとしていた。ドストエフスキーに気づかれなかった、スースロワは、ついに、ラブレターを書いて送った。別の逸話によれば、スースロワは、ドストエフスキーに、自分の作品を見せ、アドバイスを頼んだ。小説としてはひどいものだったが、 若く美しい女に魅力を感じたドストエフスキーは創作を教えることを約束したという。しかしスイスロアの小説を読んで気に入ったドストエフスキーが作者に会いたがったという話も伝わっている。二人の交際は複雑で痛ましいものでさえあったが、特にドストエフスキーには苦労が多かった。作家活動に心血を注いで健康は損なわれており、 経済的にも苦しんでいた時期でもあった。その上、スースロワは傲慢で人を操りたがり、嫉妬深い性格で、しきりに、ドストエフスキーへ、廃病の妻マリアと離婚するよう催促していた。病的なほど自分本位な女であり、とてつもない利己心と自尊心で他人の欠点を、許さなかった、と後にドストエフスキーは記している。そして、マリアが1865年に亡くなると、 スースロワに結婚を申し込むのだが、断られてしまう。ドストエフスキーの2番目の妻アンナスニートキナと違って、スースロワは、ドストエフスキーの本をほとんど読まなかった。作品を尊敬しているわけでもなく、単純に恋人として接していたのである。ドストエフスキーも、スースロワに当てて、可愛い,い人、君を安っぽい私服の境地といったものに誘おうという。 つもりはありませんという手紙を書いている。破局後、スースロワは、こういった手紙をはじめとしたあらぬ疑いを招くような文章を焼き捨てている。そして1867年、ドストエフスキーは、アンナ・スニート・キナと結婚した。ワシーリー・ローザノフは、学生の頃にスースロワと知り合った。その頃彼女はすでに三十歳を超えていたが、ローザノフは一目見るなり、恋に落ちた。 スースロワがドストエフスキーの愛人だったということも知っていて、それで余計に興味を持ったのだった。ドストエフスキーはローザノフが最も尊敬する作家だったのである。アポリナーリア・プロコフィエーブなスースロワに出会う。彼女への愛。スースロワは僕。3年間の交際を経て、二人は1880年11月に結婚した。この時スースロワは40歳。 ローザノフは24歳だった。そしてスースロワは1886年にローザノフの元を去った。二人の共同生活がローザノフにとって苦痛であったことは彼の指針からも読み取ることができる。スースロワは人々の安全で嫉妬を隠すことなく、それでいて自分は夫の友人たちとは距離が近かった。ローザノフの娘タチアーナは回想録で次のように述べている。 スースロワは父をあざけり、つまらない本を書いていると言っては侮辱し、ついには放り出してしまった。スースロワは二度もローザノフを捨てているが、夫はいつも妻を許し、家に帰ってくるよう好のだった。別れた後もローザノフは、こう告白している。何かきらめくようなものがあって、だからこそ僕はどれだけ苦しめられようが、オズオズと、しかし盲目的に、彼女を愛してしまう。 ローザノフが後に妻となるワルワーラと出会うと、ポリーナは20年間も離婚を拒み続けた。ポリーナは1900年代初めからセバストーポリで一人暮らしを始め、1918年に78歳で亡くなった。ウィキメディアコモンズには、ポリーナスースロアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。